バイキャの夕方でございます。はい、BMW の G650GS、 そして R1100R、 そしてこちらはですね F650CS、スカーバーってやつですね。はい、そして、まあ、KRV が2台ね、はい、BM がここにちょうど3台ね、はい、で今日こちら車検 1100R がね車検 しました、はい、それで、登録しましたんでね、はい、あ、そう、送んなきゃいけなかったかな。メールで、そうですね、あの車検証、あの登録事項と証明書みたいなのがあるじゃないですか。内容どのね、それを、で、こちらはちょっと買い取りですね。はい、スカーバー買い取りをさせていただきました。はい、面白いお顔をしているって感じがしますけどね。ね、かわいらしい。はい、で、プロジェクター、これロービームだったかな。で、ハイビームは普通のタイプね。はい、そんな感じの。はい、で、前後17インチになるのかなと思うんですが、でこれなかなか面白いものがついてまして、はい、でこの通常のタンクのところが、まあ、これもそうですけどタンクではないんですけど、そこのところちょっとこうね物が置けるようになってるんですよね、はい、ヘルメットを置いたりもできるし、あとですねこれね今ついてるのスピーカーですね。スピーカー2つこうついてる。で中にあの電源が来てるんで、そこに例えば何ですかね、 iPod みたいなやつとかでもいけるのかな。ちょっとね、私もちょっと使い方よくわかんないんですけど、多分そういうのがいけるのかなと思います。で、音楽流しながらとかね、あとなんかラジオでもいいんじゃないですかね、ね流しながら、っていうようなことができるようですね。はい、で、後ろはベルトドライブっていうですね、はい、これもまた面白いんですよね。はい、なかなかあの意欲作っていう感じがね、するんですが、はい、まあ、やっぱ人気はあんまりなかったみたいで、なくなってしまったんですけど、ただこれ乗ってたことのある方だと、いや、あれいいバイクだったっていうね、はい、そんなことはよく耳にしますが、はい、でまあ、これも、要はまあ GS、F650GS っていうのもありますから、まあ、それは、これはあのそれの、まあ、再販版みたいな感じですかね、G650GS はね、はい、そのままです、はい、ということで、KRV はですね、はい、まあ、あのキムコもね、BMW のエンジンを作ってますんで、はい、まあ、そういうことでね、まあ、ある意味仲間ということが言えるかもしれませんけどね。はい、さあ、そしたらですね、今日はもうちょっと決まってですね、はい、車検で、午前中ちょっとあのこれを、まあ、ブレーキ強化ね、はい、そういうのをみんなやって、あと入手日交換して、で、工軸見てね、うん、で、車検ですね、はい。で、ヘッドライトが、これあの、電球にしました。はい、あの LED 通らないですね。はい、車検、工軸ちょっとなかなか出ないんで、はい、難しいので、やめました。はい。で、ついてたのがこれ、ライジングってやつね、高いやつね。はい。だから、まあ、これはこれでね、一緒にお渡しして、と思うんですが、ただね、これね、後ろギリギリなんじゃない？なんか潰れてるから。多分ね、後ろのやっぱこう長いから、結構ギリギリなんじゃないかと思いますけどね。はい。で、まあ、一応こちらはね、一緒にお付けすると。で、まあ、例えば、まあ、これ他のバイクに使うこともできるじゃないですか。ね、うん。だからね、はい。これは車体についてたやつだから、一緒にお付けするって。でもなんとなく、やっぱまあ、まあとりあえずね、はい、コントローラーついてるんだ、ね、かなり明るいんだろうと思うんですけど、ただ、車検はちょっと厳しいかなっていう感じがします。はい、で、交流的にはですね、これで4万ぐらい出てたかな。でもこっちでも、普通の電球でも3万8000とか出てるんで、あんま変わんなくなっちゃいますね。はい、だから、まあ、あのヘッドライト自体が明るい、1100R のね。だと思います。はい。っていう感じで今日はね。はい、あとあの F650GS のもうバッテリーは戻しました。トレイがね、ちょっと錆びてるんで、それちょっと錆止めを塗ってですね。はい、で、戻しました。はい。あとは、そうですね、大体だからまあ、いけるのかなと思いますけどね。で、あとあの ST3 の方はですね、何でしたっけ、クラッチリリースがノーマルなんですよ。珍しいですね。ドカティでね、ノーマルのクラッチリリースのままって珍しいんですけど、大体もう変えると重すぎて、多分あーって思う、多くの人は思うと思うんですよね、乗ってね。で、まあ、変えちゃうということになるんですけど、変えてなかったんで、やっぱりちょっとこれはやっぱり変えたいっていうことで、で、まあ大体アエラ、あとなんか最近あんまり耳にしないね、うん、昔はあんま耳にしなかった、ところの
クラッチリリースがいっぱい売ってるんですけど、はい、あと何がありますかね、あのディライトとかね、うん、そういうのもあったかと思うんですけど、とりあえずまあ、あれなのでっていうことで、見積もりじゃないや、納期確認したら、まあ、1週間程度と出てたん で赤、シャンパンゴールド、ブラックってね、3色あるんですけど、でまあ、とりあえず買えるみたいなんで、注文を入れさせていただきました。はい、で、登録もしてしまいました。はい、ドカティは車検が残っているので、そのまま登録。あと、車検の、あとその買い取りした車両の、ね、入れ替えとかね、うちの方に、はいとかね、まあ、そんなようなことをやっていただいたということでございます。そうですね。はい、まあ、SD3 もだから、ちょっとね、そのクラッチリリースが来ないと、あれなんですけど、タイヤの、あれはやっぱりちょっとタイヤを交換してほしいということで、タイヤの前後をね、はい、入れ替えとか、まあ、そういうのもありますんで、ちょっと時間、多少時間がかかると。ですね、明日はバーグマンですね。明日はバーグマン、ちょっと急いでやらないとまずいですからね。はい、ウエットクラーがね来ましたので、はい、KM さんもね、あの行販登録をさせていただきました。行販登録ね、はい、まあ、いろいろ、まあ、あとレッツ、あのレッツ4ね、はい、先ほど取りに来て乗って帰られましたけど、一応あのお伝えはしたんですけど、リコールっていうか、あの改善対策ね、暖気向上っていうのはあるんですけど、それできなかったから、ただあの鈴木の、ね、販売店行けばできますからって、あ、分かりました、多分行かないですあの感じは行かない、あの感じは多分行かないと思いますけど、まあでもね、あの、まあ、別にほら壊れちゃうとかなんだっていうような類のものではないんでね、うん、近距離ばっか乗るとカーボン化しちゃうんで、まあ、それの対策として、ファンカバーを小さくして、ファンカバーで隠すカバー、穴が小さくなるファンカバーつけて、そしてそれに伴い風が入るのが少なくなっちゃうから、熱対策、耐熱性のドライブベルトに交換するというような内容なんですよ。あと洗浄剤入れるっていうね、ガソリンタンクにね。だから無料でできるからやった方がいいとは思うんですけど、ほらベルト切れちゃったら走れなくなっちゃうし、でおそらくなんか変えてないようなね雰囲気なんで、ちょうどいいかなと私は思ったんでね、できたらよかったんですけど、ダメだっつうんだからね、しょうがないですよね、うん、こればっかりしょうがない、まあ、まあある意味当然っちゃ当然ですね、販売店がやるべきですよ、ね、ただお客さんが販売店に持ってかないっていう可能性もあるので、そうするとどっかでね、あ、できますよ、あのちょっとこれは買い、あの できますよっていうか、まあ、ちょっとこれはあの部品入れ替えさせてくださいと、やっぱりね、ほらメーカー側のあれだから変えた方がいいとは思うんですよ、思うんですよ。だけどやっぱりなかなかね、で車検のあるバイクとかだったら陸地にそのねあれして、そこにその住所のところにメーカー直接送るので、リコールのね、リコールが出てますありますって、お手数ですが販売店の方にね、どうのこうのってであるんですけど、こと原付はそれができないので追えないみたいで、でも、ね、どこでやるんですかね、無理なんですよね。まあ、各市区町村の役場で横のつながりもないみたいだからできないですよね。最寄りのとこ行ってな、車台番号で、どこで登録されてるか確認ってはできないと思うんですよね、多分。だから、まあ、だから同時に登録できちゃったりするわけでしょ、原付の場合はね、はい、まあ、まあそんなのもねあったりするね、うん、まあだからね、せっかくほらみんながみんなほら鈴木の販売店行くわけじゃないし、ほらそこホンダの販売店行くわけじゃないじゃないですか、町のバイク屋さんね、特に何そういうのやってないバイク屋さんに行く場合もあるわけだから、そこでねリコールが出ているということであればね、あの交換したいと思わないですかね、ね、うん、したいと思わないけどね、でもメーカー的にはね、いやちょっとそれはできないみたいなねあれなんで、うん、よくわかんないですよねそうね、うん、まあ、もちろんあの事務的なあれだとかいろんなもの煩雑になったりとかね、あとあのちゃんとやってくれるところだばかりじゃないあるみたい、まあ、あるのかもしれないですね、そういうのもね、うん、だからまあそういうのはしょうがないとは思うんですけど、うん、ちょっとまあ残念っていうね、うん、ただまあやんなきゃいいだけのことだから、うん、次から鈴木はやらない、でももしかしたらヤマハももしかしたらそうなっちゃってるかもしれないから、確認しないとね、リコールできますかって、うん、あ、すいません、いつからちょっと販売店、以外はちょっとできないんですよっていう風になってたらね、だから、うん、あと川崎ね川崎たまにね、たまにやっぱりあの
過去にでも2回しかないかな2回しかないですね。2回しかない。でもまあ山はどうですかね、ちょっと分かんないですけどね、はい、まあできなくなったらまあしょうがないけどね、はい、本当まあそうは言ってもね、一応お調べして、あリコール出てますとね、 ですからあのお近くどっか行ってくださいっていうしかないけど、うん、あの例えばね、ホンダならホンダ、ヤマハならヤマハの販売店に足を運んでもらえますかっていうね、もしくはまあ知り合いのバイク屋さんがそうだからやってるところにね、あの紹介してそちらに行っていただければ、あのメーカー欠陥ということで部品の交換無料でできますのでっていうね、うん、ね、はい、まあ昔は知らなかったから、そんなのもやってなかったから、まあ、昔に戻ったと思えば済むことなんですよね。うん、でまあ、もちろんね、わずかばかりのあれですから、忙しい中でそんなの、ちょっとの金額やってもしょうがないでしょって言われちゃうかもしれないですからね。さあ、そんな感じでですね、BMW、ね、BMW、ね、結構今、まあ、売らない車両があるから、ね、まあ、F800GS アドベンチャー、これは多分ね、売れない車両ですね。多分乗れる人がね、ほとんどいない。うん。そう。よほど体格のいい人じゃないと、やっぱり、いやー、これは無理っていう感じになると思うんですよ。でも身長、どれぐらいありますかね、190センチぐらいかな。185センチぐらいあればいけるかな。うん、私で足、つま先、両つま先がつくぐらいなので。ツンツンなんで、だからやっぱり180センチでもちょっとあの足の指の付け根がつくかつかないかって感じじゃないですかね。つくかな、5センチ違ったらつきますかね。だから185センチとか190センチぐらいの方が乗るとあのちょうどいいっていうようなね、うん、バイクなのかなと思いますけどね。あとまあちょっとね、修理のあれもありますから、はい、ということで今日はもうちょっとお開きにしてですね、また明日、頑張りたい、そう思います。はい、であの頼まれてる車両っていうかね、あの、はい、出てるんでこれが買えたらラッキーっていうあるんで、はい、ね、それをちょっとやる感じですかね。今週それ買えたらいいんですけどね、うん、難しいかな、装備が良すぎてね、装備が良すぎてちょっと難しいかなって気もするんですけど、でも分かんないからね、うん、もしかしたら変えるかもしれないから、変えたら、ね、いいじゃないですか、ね、はい、あそれであの KRV に1台あのご注文いただいたんで、それ注文したんですけど、ちょっと納期がね、あの11月の中旬、まあ、ただ車両の納車が12月の下旬なんで、全然問題ないですねって話でね、うん、でちょうどいいかもしれないですねっていうことで、はい、ただあの、ちょっとね、そうで台湾でなんか台風が、ね、あったっていう話でね、10月の最初の方ね、それで、まあ、船が出ないとか、やれなんだとか、そういうのがいろいろあったみたいで、それでちょっと遅れちゃったっていうね、遅れちゃってるっていうことらしいんですよね。はい、そう、あの、お電話ありましてね、そう、キムコからね、はい、ちょっとそういうような感じなんです。そう、もうあえてね、もう今152円とか、152円、153円言いました、もうそのうち160円いっちゃうかな。まあ、こんなあのご時世になってしまったので、いわゆるですね、あれです。なんか新しいやつだっていうのは、もう聞くだけやぼかなって。ない、ない、もう無理っていうね、うん、ことなのかもしれないですけどね。新しいじゃんね。あれ、入るっていう話だったんですよ。何でしたっけ。ローマ GT ね。ローマ GT だったかな。うん、ローマ GT。でも、車両はもしかして、あの1台とかあるんじゃないですかね。ないのかな。なんかそんなちらほら日本にね持ってきてるっていうちらほらそんな話はなかったかな。ガセ分かんない、適当に一番喋ってます。あの話もうあのマイナスで聞いてください。マイナス 50% ぐらいで聞いてくださいね、うん、あとあのあれはもう入れるっていう話をしてたんですよね、何でしたっけ、なんかありましたよね、あのレーシング S125 で顔が違うやつ、新しくなったやつなんかありますよね、台湾だったんですね。でもその次が出たからね、その次のやつがいいよね。もう新しい方がいいよね。RTS とかなんとかいうやつの方がね、あれの方がまだもっといいっていうか感じですけど、うん、あれ日本で買ったら高いのかな。日本で売ったら高いんでしょうね。そうすると無理だよね。でまあ日本のメーカーもみんな値段上がっちゃってるから、まあそれ考えればまあね、
まあ、ある意味仕方がないっていう部分はねあるかもしれませんが、はい、で昨日だったかな、電話で何だか SH160 っていうのがあるんですが、それって取り寄せできますかみたいなねっていう話なんですよ。で価格、まあ、価格を知りたいっていうこと で、SH ってフロント前後16インチのねスクーターあるじゃないですか、ホンダの、はい、イタリアとかで売ってるやつ。イタリアでは名前ネーミングが150らしいんですけど、150PCX の160と同じエンジン積んでるからベトナムだと160っていう名前らしいんですよね、 SH160、うん、でまあ、ちょっとほらどこもやってないからベトナムでしょ、しかも、うん、で1台だけ取り寄せるとすごい高くなっちゃうからちょっと現実的ではないんですけど、でただねいくらぐらいするのかなと思ってその SH160 をそのベトナムのベトナムって結構なんかドルで取り扱いしてると思うんですけど、なんかほらベトナムの通貨でドンドンって言うんでしたっけ、その金額でそれを日本円の為替でね、日本円でいくらかなと思って見たんですけど、60何万するんですけどSH160 PCX160 と同じエンジンですね、はい、って感じでしたよ。そんなにすんのって、いかに日本円が今弱いのかっていうことだと思うんですけど、そう、なんかそのベトナムのドンっていうのの為替を見てもね、何倍とかいう2倍にはなってない、2倍とかにさすがになってないんですけど、もうずっとこう上がってる上がってるっていうのね、日本円に対してね、上がったら日本円が下がってるってことね、はい、もうとにかく海外の通貨全てに対して日本円は下がってるんですね。ね、そんなことってあるんですかね。うん、だからまあちょっととてもじゃない、60何万でしょ、ってことはもっと高いですよ、それ持ってくるから。だから80万とかなっちゃうんですか。で空輸で運んだらやっぱ100万とかですよね。いやー、100万出して買うのはちょっとね、やっぱりそこまでのバイクではないでしょうと正直ね、うん、思う部分はあります。はい、PCX の160、そっか、エンジン一緒だと思うんですよね。うん、ただやっぱり現地でもそのプレミアムなスクーターらしいですけどね、 SH、 まあでも PCX もそうらしいですよね。 PCX もやっぱりかなりプレミアムなね、高いみたいですから、うん、まあホンダは日本に持ってくるにあたってかなり安くしてる、日本円、日本のその通貨の価値みたいなね、それに合わせて売ってるんだろうなと思うんですけど、ただそれもやっぱり限度っていうのはねあるでしょうから、次からどんどん上がっていく、次から高くなるんじゃないですかね、そんな気がしますかねってね、はい、ハンター株っていくらですか、47万3000でしたっけ。あれ、ハンター株値上がりしましたよね、結構ね。ダックスはちょっとだけ1万1000円でしたっけ、うん、でそろそろピタがその PCX が新しくなる PCX、まあ、ADV も多分新しくなる、そのあたりが軒並み値段が上がってくるんだろうなと、うん、そんなことをね思いますけど、やっぱりそれはもう為替がどうのこうのっていう話もあるし、まあ、もちろんね、どんどん上げて、少しずつも上げてって、やっぱり利益を出そうという ねこともあるでしょうし、そして社員のね、した方々 その所得を上げる、給料を上げるね、それによってこう所得が上がることによってですよ、ね、潤っていくっていう、ね、そういうことを考えているのかもしれないということですね、はい、まあ、それ考えるとね、まあ、こういうのは安いですねこれだって35万いくらでしょ、35万9700円、35万9700円がなんかね安く感じます本当にターセリエースの150が35万9700円、値段一緒なんですけど、ターセリエースの150って昔20何万でしたっけ、あの時安かったですね、考えてみりゃね、 4,5 年前ですけど安かった、あの時本当にそんな金額なんだと思ってましたけど、まあ、少しずつスル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 値段上がって35万9700円になりましたけど、まあ、これ SH の160とまあ大体ね対抗する車種ですよ。でもまあちょっと見劣りするけどね、でも値段を考えたら片や60万とかするんだったら、もうはるかにまあこっちの方がいいんじゃないかっていう気がしないでもないですね、うん、値段に下がりすぎるからね、うん、まあ、それでもやっぱりねよくできてると思うんですよ、ホンダだからね、まあ、60万するスクーターだったらねよくできてるでしょうね、
まあね、キムコのこの辺のスクーター安いですよね、他の車両、やっぱり他の今この K2 輪クラスっていうか 150cc クラスで30万円台ってないんじゃないですか。 X フォースが39万いくらだったんだけど今40万超えちゃいましたから、だからないんですよね1台もね、日本のメーカーで30万円台のその150クラスっていうんでしょうかね、 K2 輪のタイプはないと思いますね。はい、だから際立って安く見えるんだけど、少なくとも5万以上安いから、だけどなんか売れないね。まあそれが現実ということでございました。はい、ということで、はい、店長武蔵チャンネル、バイキャの夕方でございました。お付き合いありがとうございました。